こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2024年の6月9日を5時間過ぎました。見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 69.87 ということで、ちょっと70円を切ってね、どうなるかと思ってるんですけど、少し、月曜に向けてこう盛り返してきてる感じですかね。これから平日、月曜日、水曜日には経済指標の発表もありますんでね。そこで、なんとかね、明らかにこう上向きになってほしいなというところですよね。で、ツイッター見ていきます。カルダノファウンデーションからですね、CEO グレガードさんがあなたをドバイのカルダノサミット2024に招待しています。エコミュニティテクノロジーイノベーション祭典に参加しましょう。開発者、企業者、ブロックチェーン愛好家の皆さん、これつながり、学び、成長するチャンスです。見逃しなくということで、ビデオ付きですね。このビデオですけど、結構ね、日本の方が映ってらっしゃいました。グレガードさんの訴えの後に、会場の様子なんか映ってるんですけど、こんな会場の中に、ね、日本人の方も、ちらほら、ちょっと映すのやめておきますけどね、出てきます。次、チャールズさんですね。6月は体の濃度が9.0に到達する月になりそうです。これは体がフォークの変更の準備ができており、SPO の70%が新しい濃度をインストールするのを待っていることを意味します。その後、ハードフォークが発生し、カルダノはボルテールの時代へと進む可能性があります。これはカルダノの歴史と業界全体にとって最も重要なマイルストーンです。カルダノは数百万人の住民を抱え、世界中に広がる分散型文明となります。私たちは最先端のブロックチェーンガバナンスシステム、年間予算、財務、そして私たちを導くコミュニティ全体の知恵を備えています。私たちの一部にとって、この驚くべき旅はほぼ10年になります。たった10年で国家を築いたなんて信じられません。皆さんを誇りに思います。カルダノは私たちの業界と世界に希望を与えてくれます。次の10年間は宇宙に大きな変化をもたらすことに注力しましょうということですね。こちらはアーティフィシャルスーパーインテリジェンスアライアンスということで、最近できたやつですね。このエンブレムはシンギュラリティネットとフェッチ AI とオーシャンプロトコルのトークンの合併を象徴しており、私たちの強みの統一と AI の新時代の幕開けを表しています。私たちのリソースを組み合わせることで、AI 開発に対する大手テクノロジー企業の支配に挑戦する勢力が生まれます。ASI アライアンスは AI の進歩が少数の企業だけでなく、人類に利益をもたらすことを保証します。AI の限界を押し広げ、テクノロジーが全ての人の生活を向上させる未来に向けて、私たちと一緒に取り組みませんか？ということで、こんなロゴが出てますね。トークンも統合ということで、シグラリね、D ネットのトークもね、人気ありましたけど、さらに人気が出るんじゃないでしょうかね。で、こちら、ツイッターじゃなくて、メールがね、ちょっと来てたんですけど、NMKR、これエンドメーカーっていうらしいですよね。こちら、Journey to Japan Exploring DAOs and NMKR's Strategic Vision ということで、ちょっと報告書っぽいのがね、来てまして、ちょっとこれを見ていきたいと思います。はじめに NMKR 創設者のパトリックです。この度は NMKR が日本を代表する NFT およびトークン発行プラットフォームとなることを目指す上で大きな前進となりました。この度では活気あるブロックチェーンコミュニティと関わり、進化する分散型自立組織 DAO の状況を探り、NMKR の戦略的目標をさらに推進する機会を得ることができました。ここでは私が経験したこと、日本における DAO に優しい新しい規制、そして今後の戦略について召喚します。日本への旅、今回来日の最大のハイライトは高松で開催されたジャパン DAO イベントでした。ムルゴ、マイマゴですね、が招待してくれたこのイベントは、主要なステークホルダーとつながり、日本における DAO の実用化について学ぶ素晴らしい機会でした。また、東京で開催されたブロックチェーンエキスポにも足を運び、カルダノコミュニティがブースを出展しました。日本のブロックチェーンコミュニティがいかに活気あふれ、先進的であるかを示すものでした。日本における DAO。日本は DAO に対する先進的なアプローチでブロックチェーン界に波紋を広げている。政府は最近、新しい暗号法の概要をまとめたホワイトペーパーを発表し、DAO が有限責任会社として登録するための明確な法的枠組みを提供した。
この規制の明確化はイノベーションを促進し、国際的なプロジェクトを誘致するための大きな勝利である。高松のイベントでは DAO の実用的な応用について掘り下げた。このイベントでは DAO が地域のイニシアチブをどのように後押しできるかについてのディスカッションが行われ、カルダナのウォレットを作成したり Web3 スペースでより多くの人を巻き込んだりするためのハンズオンワークショップが行われました。アジェンダは DAO とは何かという説明から実際のユースケースやツールの紹介まで価値ある内容で埋め尽くされました。アジェンダハイライト、会挨拶 DAO が地域のガバナンスやビジネス観光を近代化する上で重要であることを強調し、この日の基調となる歓迎の挨拶でイベントは幕を開けた。 Web3 とはブロックチェーン、暗号資産、NFT、DAPS、DIDVC、DAO について、アル・ヤウム代表の畑中氏がプレゼンテーションを行った。このセッションでは Web3 エコシステムの包括的な概要が説明された。 DAO の構造についての説明は、AI Hub は LLC 型 DAO や NPO 型 DAO など様々なタイプの DAO について説明し、参加者が組織構造とその利点を理解するのを助けました。DAO のユースケース、Bright Any Colors と AI Hub コミュニティによるプレゼンテーションは、DAO の実際の活用事例が紹介されました。また、盆栽 DAO、うどん DAO、京島 DAO のようにユニークな取り組みについても学びました。Web3 ツールの使用例、チケミー、私たちも協力しています。暗号、ODK、ソリューションなどの企業が自社の Web ツール、Web3 ツールと DAO の統合方法を紹介し、DAO の実装に利用できる実用的なツールを紹介しました。DAO の可能性に関するパネルディスカッション、吉野川市の原田氏、香川県丸亀市高松市の湯川氏、そして日本 DAO 協会の代表者が登壇。このセッションでは地域のガバナンス、やビジネスモデルを変革する DAO の可能性を探った。ワークショップ参加者はさまざまなプロジェクトに Web3 テクノロジーと DAO をどのように活用できるかについてブレインストーミングを行い、革新的なアイデアとコラボレーションの可能性を育みました。 DAO 投票体験、ヨロイウォレット、NMKR、クラリティなど日本がサポートする海外 DAO ツールの紹介、エマーゴの紫氏と高校3年生の山本氏がセッションをリードし、 DAO ツールや投票プロセスを実際に体験しました。ネットワーキングと質疑応答、この日の最後には自由な交流会が行われ、参加者はネットワークを広げ質問をしたり、先に紹介したツールの使い方を実際に指導してもらったりした。もうちょっとありますね。 NMKR の日本戦略、 NMKR の目標はシンプルで、日本における NFT とトークン発行のための主要なプラットフォームになることです。これを実現するために NMKR Pay、NMKR Docs、NMKR ランディングページ、そして間もなく NMKR スタジオを日本語に翻訳しました。短期目標、DAO ベースの不動産管理が日本でどれだけ効果的かを示すために概念実証 DAO を立ち上げます。このプロジェクトは将来の DAO の青写真となり、分散型ガバナンスとコミュニティ指導型プロジェクトの利点を実証しますと。結構エキスポに来てもね、不動産で何かできないかみたいな方いらっしゃいましたね。長期的な目標、私たちは DAO の設立プロセスを標準化し、日本での事業法人化を支援することを目指しています。パートナーであるエマーゴ、クラリティプロトコル、日本 DAO 財団とともに、企業が DAO フレームワークを簡単に活用できるようにしたいと考えています。コミュニティへの参加と今後の計画、今回の出張で最も印象的だったのは、日本のブロックチェーンセクターにおけるコミュニティとコラボレーションの強い意識でした。日本のコミュニティはブロックチェーン技術を使って地域のビジネスを改善し、地域開発を推進することに深くコミットしています。NMKR の戦略は、日本の DAO 枠組みの中で働く国際的な企業を誘致し、グローバルなコラボレーションを促進することです。高松では地元企業と会い、DAO と暗号がどのように彼らの事業を強化できるかについて話し合いました。このようなコラボレーションでは、強固なブロックチェーンエコシステムを構築するために不可欠です。また、イベントに参加したコインデスクの記者のおかげで、素晴らしいメディア取材も受けました。結論。日本への旅はブロックチェーン技術と分散型ガバナンスの限界を押し広げるという我々のコミットメントを強化する目から鱗の旅でした。現地のコミュニティと関わり、彼らの経験から学ぶことは非常に貴重でした。今回 NMKR は日本のブロックチェーンエコシステムにおいて重要な役割を果たし、イノベーションを促進し、グローバルなパートナーシップを育んでいくことでしょう。私は将来と私たちが探せるコラボレーションの可能性にとても興奮しています。一緒に世界中のコミュニティに利益をもたらす分散型の未来を築いていきましょうと。エキスポにも触れてくれましたけどね、
おそらく、多分この方だったと思います。はい、でこちらが、この方、パトリックさんの NMKR ですね。で、ちょうど NMKR のどこだったっけな、ここに、出してるんですけどね。で、パトリックさんじゃなくて、こちら、クリスさんは、ここじゃなくて、カタリスト、ここに出してたんですけど、カタリストの方ですね。はい、ということで、あと日本の皆さんたちです。はい、このイベント良かったなと思ったのは、このアルヤムさんとかね、結構日本で、他のチェーンで頑張ってて結構有名な方々とか、あとこのあったっけな、まあ、他にもいろいろあるんでしょうけど、この盆栽とかね、あとチキミーさんとかアンゴさんとか、本当にあの体のとちょっと違うところですごい、まあ、カルドルって日本のコミュニティの外じゃないですか、なんとなく。だけど日本のコミュニティの中でこういう頑張ってる人たちが、たくさんいるところで、そこで、まあ、ルールメーカーダオさんとかエマゴさんとか NMKR さんとか、まあ、カルダノがね主導権を取って、こちらで、鎧もみんなにダウンロードして、ウォレット作らせてたし、で NMKR からNFT を発行してたし、で、クラリティで DAO 投票をやってみようということでやっていて、で、まあ、それを紫さんとか、いろんな方がね、指導していたということで、とてもなんか見てて頼もしいあのイベントでしたね。で、吉野川の原田さんとか、キッタムとかでずっと頑張っている方ですし、まあ、そこ、これ、徳島県ですよね。で、あと、村上や高松、香川県なので、まあ、そこら辺がね、いろいろ、あの体が広がってきている感じがとてもしてよかったなと思いました、はい、では値段に戻りまして 69.84 円ですね、14,012.9×62.84 で元本が10万円ですので、計算しますと878,661円のプラスということになりまして、878.7% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。